格闘の空中写真。この画像は髪型が北西方向である。撮影時は角島大橋は架橋されていない。1976年撮影の12枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。角島は 山口県下関市方北町大和角島の日本海上にある島。山口県の北西端、北長と海岸国定公園に含まれる、人口726人、牧崎と夢崎の二つの岬が牛の角のように突き出している様から角島と呼ばれた、本州とは海士が瀬戸で隔てられていたが、 2000年に1780メートルの角島大橋が竣工。離島へかけられた一般道路橋としては群を抜く長さである。島の北西に位置する夢が岬に角島灯台が立ち、島のシンボルとなっている。戦前は下関要塞地帯の一角として、島の東側の元山集落に急に本陸軍の角島砲台陣地が置かれていた。 らしき15センチメートルカノン砲4本が装備されていた。観測所、弾薬庫、兵舎、証明書などが置かれた。昭和14年7月1日機構。60名の兵が配置されていた。別に海岸近くに遺構の一部は道路建設のために破壊されている。多くの灯台を設計した英国人リチャード・ヘンリー・ブラントンによる日本海側では、 初の洋式灯台。1876年初点灯。高さ43メートル、光たち18回り。レンズは日本でも5カ所しかない特大のフレネルレンズで、第一等灯台に指定されている。見学も可能な三冠灯台である。コバルトブルービーチ島には、浜大本が群生する。2000年の各島大橋開通以後、テレビドラマや、 映画のロケ地として取り上げられる機会が増えた。2005年公開の映画4日間の奇跡がほぼ全編にわたって各島を舞台としたほか、2006年に放映されたフジテレビ系ドラマヒーローのスペシャル版でも主たるロケ地となった。国道191号から山口県道275号島湖高線、山口県道276号角島、 神田線を経由し、各島大橋を渡る。ブルーライン交通が、山陰本線コットイ駅及び滝部駅と各島を結ぶ路線バスを運行している。吉岡一世山口伝説散歩、傍聴宇し市電、西戸 BA7840 万8512、2001年、P39 レンズの東急鶴が、海上保安部東大豆知識2013年10月、 閲覧後の四灯台は、犬坊崎、京賀岬、日尾岬、室戸岬ただし、劇中では、虹が、裏と称されている。ありがとうございます。